昨日送ったメールの返事はあり、夜が明けた今も来ないまま、ああ送らなければよかったな、悔いだけが募ります。あなたをもっとちゃんと知りたいけれど、今よりもっと仲良くなりたいけど、深入りしたら嫌がりませんか、そう思うと聞けなくて、バイトは何ですか、彼女はいますか、聞きたいことはたくさんあるわ、夏はあなたと落ち合って一緒に花火を見たいです、厚かましい願い電話